潟駅にまつわる今後の予定について確認していきましょう、はい、明日、今中継でもお伝えしました2店舗がオープンします。そして来月の25日には駅直下のバスターミナルの歩道部分を通れるようになるんです、はい、ではイメージ映像をご覧ください。映像は南口から万代口に向かって進んでいきます。こちら、ね、え広々として開放的です ね、 ねえ、あの奥のエスカレーターで2階につながっているということなんです。自転車は押して通ることもできるということで、このように進んでいけば駅の下を通り抜けられるということなんです。やっぱりあのちゃんとこう下をこう、うん、いやあの駅南、そして万代口で行き来できるのがいいですよね、はい、いいですよね。さあそして来年度は、うん、駅直下のバスターミナル自体が完成します、はい、これ先ほど見たあの映像のところからバスに乗れるようになるということですね、はい、そして2024年の春には駅が全面開業、うん、つまり1年後に駅の中のすべてのお店がオープンするということになります。さらに2025年度に万代広場のリニューアルが完成する予定です。いやまさに新潟駅の玄関口として印象的なスポットになりそうですね、うん、そうですね。